明けましておめでとうございます。チャミーです。2023年、今日は1月3日です。まだ三が日でね、お店がどこもやってないので、ちょっと動画の編集をしようと思って、ネットカフェに来ました。で、ネットカフェでね、ちょっとお酒を1本、買って、おつまみを買って、チータラをさ、買って、ちょっとくつろいでたらさ、ちょっとこれ、これですよ。これチータラをね、床にこぼしちゃったんだよね。まだ半分も食べてないのに、食べてないチータラが全部床に落ちてしまい、食べられなくなっちゃいました。今日はね、まあ新年ということで、別にそんなにね、特に、何かをこう、クローズアップした、動画を作ってるわけじゃないんだけれども、まあ、なんていうの、初詣だよね。まあ普通の人は初詣っていうのは、神社、お寺、どっち、あれは何だ？初詣っていうのは神社に行くことを初詣っていうのかな？お寺に行くんですかね？どっちだかわかんないな。まあいいや。普通の人はさ、そうやって寺社に行ってさ、参拝するわけでしょ？まあ、もちろん、私もね、行きましたけど、成田山新勝寺に、元日の日に行きましたけど、まあ、私としては、初詣というのはですね、やっぱり、鉄塔に、参拝しに行くということで、今日は昼間というか夕方近くかな。昼間までは寝ていたので、夕方になって、初鉄塔、参拝に、行ったので、まあ、その時の様子の動画を、これから編集しようと思ってます。いやー、ちょっとチータラムカついたな。そういえば、このアルコールに弱い、チャミーならではの、これは不満なんですけど、最近ってさ、やたらこういうさ、こう、発泡酒とかさ、缶チューハイとかのさ、アルコールがさ、高めになってるじゃん。これもさ、ほら、アルコール7%なんだよね。これは皆さんどう思いますか？やっぱりそれぐらいアルコールが入ってる方が飲みたいのかね。なんか一般的なイメージだと、4.5%とか5%ぐらいの、ハイチューじゃないか。チューハイか。チューハイがさ、一般的だったじゃん、昔って。最近さ、なんか、こう、気づかないで買っちゃうんだよね。で、買ってから、あ、なんだこれ、ストロングとか書いてあるよとかさ、7%じゃん、ここに書いてあるね、大きくね、7%ってね。で、これ買っちゃうんですよ。でね、やっぱりね、アルコールに敏感なね、私のような体だと、全然違うんだよね。その5%と7%だと、飲んでて、もう本当にわかるんですよ。ああ、強いなーっていうのがね。世の中がこう、高いアルコール度数を欲してるんですかね。これ、チャミー動画を見てる人、ぜひですね、意見をください。やっぱ7%になって嬉しいのか、それともなんか強いなーって思いながら飲んでるのかね。ちょっとこれはね、なんかいつもの昔からの5%みたいなのをもっと売ってほしいね。さて、ここからは、新京葉変電所に、初詣に行った時の、動画になります。チャミ動画をね、編集するときに、まあ私が一番個人的にこだわっているのは、こうBGM なんだよね。こう、どんな BGM にしようかなっていうふうに、まあ数あるね、使える BGM は限られてるんだけども、動画編集ソフトの中からね、何曲かピックアップできるんだけど、やっぱりなんか、だんだんと、この今流れてる BGM が、オープニングのね、曲として、
チャミ動画のオープニングの BGM として定着してるような感じが自分でしてきたので、最近というかね、なんだかやっぱりこの曲を流すと、あ、これから動画が始まるんだなっていう、雰囲気が定着してきたように思います。2023年の、1月3日にね、初めて、鉄塔参拝に行きました。そこでね、変電所の近くに野良猫を数匹と遭遇したりして、なんか、小さなサプライズがあったりして、ほんわかとした1日でした。今年1年もね、平和に、送れればいいと思います。東京電力パワーグリッドのこのマーク、おなじみのマークですね。ちょっとね、柵から、景色を撮ってみたいと思います。やっぱりね、大きい遮断機だよね。これが遮断機っていうやつです。スーパー高電圧な電気を一時的にこうスイッチオフする機械。こんなにもね、電圧が高いと電源を一時的に切ることすら大変なんですよ。だからこんな大掛かりな装置を使って一時的に電気をオンしたりオフしたりする場所なんですね。毎度のことながら逆光が厳しくて、神経用変電所はね、こうやってこう車が止められるスペースがエントランスのところにあるので、割と来やすいですね。誰でも来やすいです。初めて変電所を訪れようとする人はこの神経用変電所はおすすめです。まあ、お正月ということもあって、人は誰もいないですね。神経用線、月が見えてますね。ちょうど真ん中の電線の上の外周の上に、月が見えます。いや、これは神経用線の中でも一番ダイナミックな形をした鉄塔ですね。お気に入りの一機です。ものすごいね、道が悪いんで、昔ここを通ってね、車がパンクしたんだよね。だからちょっと用心しながらゆっくりと車を進めます。カメラには映ってないけど、今、頭上にね、でかい送電線があるんだよね。あ、カメラにも入ってきましたね。これ前から見てるけど、神経用線の何番なのかっていうのを確かめてなかったんだけど、これはナンバープレートがあるのかな。これ確かめたいですね。これだね、これこれ。いやー、すごいね。横にあるのがこれが、自信がないな。これ印旛線なのかな。ちょうどこのね、白石の小室駅周辺は、まあ、神経用変電所が近いということで、辺りの送電線が一大集結している場所なんです。まあ、僕がね、夏に行った群馬のね、海兵場と比べるわけにはいかないけれども、ただこの地域では、相当大きな規模の変電所ですね。神経用線の
はい、128番。これラストかな。まあ変電所施設内にはもう1基あると思うんですけども、変電所から出たところの送電線の多分ラストなんですよ。いわゆるラスボスね。神経用線のラスボスでした。それにしてもそれにしてもだよ、どうしてこう変電所とか発電所の周囲ってのはこんなにこう殺風景なんだろうね。こう画面を見てわかると思うんですけど、まあ普通の人はあんまりねこう通りたくないなーっていう、そういう周囲の環境だと思うんだよね。あ、やっぱりさっきのは印旛線でしたね。今ね真横に先ほどの印旛線を見てるんだけど、ナンバープレートが見ました。ちょっと今カメラを外してそっちにカメラを向けます。窓を開けて、もう車から降りるのめんどくさいんで窓から、はい、これですね。これがさっきの神経用線の128番の横にあった印旛線の、さあ見てみよう、はい、101番ですね。向こう側があれ102番なのかな。さっきのがこっちね。かなり異様な形してるでしょ。これは珍しい形だよね。やっぱり変電所の近くでしか見えないちょっと異形鉄塔です。こっちの印旛線は至ってスタンダード体長型の普通の鉄塔ですね。これでだいたい何メートルぐらいだろうな、60メートルあるかな。向こうの神経用線128はまあそこそこ高いですね。これは80メートルぐらいはあるんじゃないでしょうかね。まあ1年間まあ鉄塔とともにね、いろいろやってきたわけですけど、まあ今年の抱負っていう感じでもないけど、まあ今年の抱負だよな。今年の抱負はね、あ、猫だ。猫が今いた。今年はやっぱり去年以上にいろんなところに行ってみたいですね。まずはなんかやっぱりこの1年でいろいろ僕もね、勉強したので、よりねこう、ああじゃあここも行ってみたいな、あそこも実際に自分の目で見てみたいなってね、思うようになった場所って結構たくさんあるんですよ。だからまあ活動範囲を広げてね、まあ発電所、変電所、ダム、ちょっとここ無駄に一周しようか、周りの景色が撮りやすいんで。これ良くない？これ、この色合いと景色。あんまりここにいると怒られちゃうかな。お、また猫がいる。猫見えるかな。猫、白いの、ほら猫がいた。白い猫、いいですね。鉄塔と猫いいですね。お、また猫がいる。今度は三毛猫だ。わ、すごいな。仲良く二人で歩いてるよ。あ、三匹目登場。黒い猫。なんか俺を歓迎してるのかな。おーい、あ、餌もらえると思ったのかな。食べ物何も持ってないよ。ちょっと降りてってみようか。猫ちゃん逃げないかな。よいしょ。よいしょ。逃げるなよ。はい。ほれほれ。ほれほれ。猫いますね。みんな兄弟かな、こいつら。
僕はですね、結構猫が好きなんですよ。犬と猫どっちが好きかっていうと、どっちかっていうと猫の方が好きですね。ほいほい。あ、逃げちゃう。この白いのは人懐っこいな。ほい。はい。食べ物があればあげたんだけどね。君たちに会いに来たわけじゃないんだよ、僕は。これに会いに来たんですね。まあでもいいね。なんかこういう、なんだろうな。意図をしていない、ゲストと会えるっていうのは、なかなか、いいもんですね。はい。ここがね、よくわかんないんだよ。ここは神経用変電所ではなくて、東京電力小室ポールセンターって言うんだけど、このポールセンターってのがね、いまいちなんだかわかんないんだよね。中を覗くと、まあ、鉄塔のなんかこう、柱の部品かね、こういったものがこう置かれてるんですよ。うん。まあ、単純にそういう意味で、ポールセンターって、言うのかな。まだ猫いる。三が日、鉄塔と猫。変電所から少し離れたところに移動してきました。ちょっとね、こう見栄えのいいスポットで、かつ車で、来れるところを見つけたので、ここでね、ちょっと撮影をしてます。ちょうど、まあ時間的にも、今の時間帯がラストかな。神経用線が、これ柏の方からね、こう、まあ、向こうがさっきほどいた、変電所なんですけど、まあ、ここにちょっといい鉄塔がこんな風に立っていたので、手前が神経用線ですね。何番か、120何番ってちょっとこっから見えないな。うん、空の色と鉄塔の色とのバランスがいいですね。向こう側に見えるのが印旛線で、この場所に関しては印旛線の方が背が高い。二つがね、あんまりにも近くにあるんで、こう電線がぐわっとこう交差して見えるのがいいね。足元には小さな小川が流れてます。ちょっと歩いてみようか。ちょうどこの送電線が進む方向に、方向の先にね、国道16号線が通っていて、その16号の向こう側にさっきいた神経用変電所があるんですよ。ね、周りのこの景色がいかにも冬の景色ですよね。あたり一帯は枯れ野。ここがね、カメラだとそんなになんか、なんとも思わないと思うんですけど、肉眼だとね、結構いい見え方するんだよ、これ。こういう感じですね、アップにするとね。これ誰もが思うんだけどさ、鉄塔ってのはなんで夕日とこう相性が合うんだろうね。それがわかんない。みんな鉄塔が好きな人は、まあ必ず、自分のお気に入りの風景にね、こう背景を夕日にして、鉄塔がこう夕日に生えているっていうね、こういう景色を、まあ誰もがね、撮るんだよね。なんででしょうね。うわぁ、すごい。
重なって、2機が重なっている、非常にヘビーなイメージですね。ここで一番インバ線と神経葉線はクロスして、でこう柏野田方面に向かうに従って、こう両者はね、こう距離を作っていくんだよね。神経葉線は今年の夏にレポートした野田にあるね、新野田変電所に向かいます。世界一の変電所ですね。まだ見てない人はシャミー動画の新野田変電所を参考に見てください。いやー、冬のね、冷たい空気が気持ちいいね。さっき変電所でさ、誰もいないって言ってたんだけど、なんかのんきに撮影してたら、まあ僕のことを不審者だと思った、警備員がですね、じーっと僕のことを見てましたね。あいつは一体何なんだみたいな。最近なんかこう鉄塔ファンも地味に増えてきたんでね、ああいう人たちもだんだん分かってくれるんじゃないかと思うんですけど、でもなんか分かってくれなくてもいいやみたいなね。なんかあんまりにもね、やっぱりどう考えたって鉄塔なんてみんなが好きなものなわけないんだから、無用に別に鉄塔ファンなんて増えてほしいなんて思わないんだよね。ただこの鉄塔ばっかりね、特集しているチャミー動画もなんかね、多い動画だと結構90人とかね、100人ぐらいね、もう閲覧者がいるんだよね。まあ今日は、僕の初詣ですよ、ね、鉄塔初詣を、しに来ただけなので、まあ特になんか動画で、みんなに伝えたいっていうことは、ないんですね。まあ今年の初め一発目、ちょっと鉄塔に会いに行こうかなと思って足を運ばせただけです。